日大三水三重三重に敗れ引き上げる中村らナイン、撮影、渦原淳、より小さい選抜高校野球、三重8。ゼロ日大三より大きい、29日、2回戦日大三は初戦に続き、記録員として女子マネジャーがベンチ入り。今日が17歳の誕生日という米本光さん、3年、が務めた。選手たちは勝利をプレゼントすると誓い望んだ試合だったが、その願いは叶わなかった。試合後、米本さんは、選手たちはそれぞれ力を尽くした試合でした。負けてしまったけど、私は最後まで笑顔でいようと思います、と笑顔を見せながら、目からは大粒の涙がポロリ。小さい頃から野球が大好きで、11年決勝戦を甲子園で観戦し、日大三野球部のマネジャーを目指した。ベンチに入った時は感動しかなかった。いい経験をさせてもらえた。選手たちには夏、リベンジしてほしいです、と憧れの甲子園を振り返った。